シ e e フォスカリフロムサントーマドウリフォスカリにマグチカ。フォスカリはベネツィアにあるゴシック様式の建物。ドルソジューロ地区に所在し、カナルグランデに面している。現在、大学として公開された場所になっている。現在、建物はカフォスカリとして知られるが、以前は二つの塔の建物と呼ばれる別の建物であった。 1429年、マントバの領主で、ベネツィアの軍の副大将であったジャン・フランチェスコ・ゴンツァガ。1438年、ゴンツァガが、ベネツィア共和国を残して、ミラノの死者区と同盟したため、フランチェスコ・スフォルザに送られた。スフォルザが、ベネツィア共和国を裏切ったため、1452年、建物は、競売にかけられ、フランチェスコ・フォスカリが購入した。上階から、 カナルグランデを望む1452年、ベネツィアの同時であったフラン、その後、建物は解体され、新しく大きな建物が建てられた。設計者はバルトロメオボノであった。工事は1452年に始まり、フランチェスコ・フォスカリは死の直前の7日間だけ住んだ。カフォスカリはヨーロッパの君主らベネツィア共和国の品格たちを、例えばカナレット、マリエスキ、 フランチェスコ・ガルディラ。ベネツィア有数のスポーツ行事であるレガッタ・ストリカもカフォスカリの前で見られる。年オ・ザグラットホールマリオ・バラット、A ディテール有名なベネツィアの建築家、カルロス・カルパは建物に1936年1956年の2回修復を手掛けている。1936年の修復では、玄関1階の会議室一番主要な室が対象と、 なり、1956年には、ボイセリエを作った。2004から2006年には隣接する、カ・ジュスティニアにと合わせて修復がなされた。以前の、二つの塔の建物は、居住空間の他に、倉庫も、新しい建物は、ドムス・マグナによって作られた。ファサードは、ドゥカーレ宮殿に似ている。正面で最も重要な部分は、二階の特別な窓で、ある。 中庭は940平方メートルで、ベネツィアの個人宅では最大全体でもズカーレ宮殿に次く広さである。主な入り口であるポータルはイストリア三大理石で作られている。上の部分の中にフォスカリ家の紋章がある。三人のプットが盾を支えて、盾の中にサンマルコのライオンがいる。内部の建物は玄関があって、二階はウラバラットがある。ウラバラットは、 フレスコが二つある。ありがとうございます。